それはね、もうぐっちゃぐちゃになりますよ、それは。おそらくフランチャイズの方が合ってると思います。やっぱ億単位の金持ってんのは大手だよね。はい、皆さんこんにちは、教育屋崎と申します。マネージャーです。本日は塾の直営とフランチャイズってどっちで働くのがいいのっていうテーマです。はい、わかりました。まあ直営とフランチャイズどっちで働くのがいいのかってこれ結構難しいんで、もうちょっと名前出しちゃいますね。大手の直営と大手のフランチャイズちょっと絞りたいと思うんですけど、例えば大手の直営っていうのは増田アカデミーとか、まあ、栄光ゼミナールとかエナとかね、あと臨海セミナーとかステップとか、こういうところが有名なところになってくるかなというふうに思います。 100% 直営って感じになりますよね。直営とフランチャイズが混ざってしまってるところもあって、マブチとか、栄新館とか、あと一新とかは直営もやってるけどフランチャイズもやってますみたいな感じですよね。で、もう基本的にフランチャイズですよっていう感じの塾、まあ有名どころで言うと、明光義塾とか、スクール IE とか、武田塾とか、東進衛生備校とかもそうですね。まあ東進ハイスクールっていう直営もあるんで微妙なんですけども、東進衛生備校ものすごく数多いんで、まあ東進、まあそういったね、ところがありますよと。でどっちで働きゃいいんだと、ザ直営とザフランチャイズっていう感じですね。まずそもそも所属として早稲田アカデミーに入った場合は株式会社早稲田アカデミーの社員になるわけですね。でも明光義塾とか、まあ、武田塾とかのフランチャイズの塾に就職した場合は株式会社明光ネットワークジャパンに所属してるわけでもないし、株式会社エーバーに所属してるわけでもないと。明光義塾や武田塾を運営しているフランチャイズオーナーの会社に勤めることなわけですね。で、これの差って一体何なのを言うと、僕はね、いいところも悪いところもいっぱいあるかなっていうふうにちょっと思っています。まず、大手って、上場してることありますよね。上場してるっていうことは、株主のために働いてるわけなんですよ。まず、このね、認識を持った方がいいんですよ。直営、ザ直営塾に就職する場合は、株を持ってる人たちのために、従業員が働くっていうシステムなんで、まあまあ、正社員とかね、まあ、契約社員とかね、パートアルバイトとかね、非常勤講師とかいろいろ呼び方もあるんだけれども、株主の意向に基本的に沿わなきゃいけないんですよ。だから急にルールが変更されるのがトップダウンなんですよ。基本的に大株主がこうしろって言ったらそれに背くことできないんですよ。絶対にもうそれに沿って現場は全部変わるわけです。現場が大混乱しようが何しようが関係ないですっていうところがあります。まあこれは上場していなかったとしても結構大手ではよくある話で、トップダウンでバーンって降りてくるんで、それに逆らうことは基本的にできないよねっていうところが、まあ悪い点だったりします。ただトップダウンだからこそいいことってなんですよ。トップダウンだからこそいいことなんか思いつきます？みんなが同じ方向向くとか。ああ、まあそれはありますね。結構あってて、そのトップダウンの方針によってみんなが大体同じような方向を向くから、無駄な業務が生まれないんですよ。だってみんな同じ方向みたいだから。という意味においてはザ直営の塾って上場していても、まあいなくてもですけど同じ方向を向きやすいっていうところがあるので、それと同じ方向に向けない人はやめていくし、同じ方向に向いても同じスピードで進めない人はやめていくし、でも信念とか理念とかが自分と同じで、そのスピード感も同じだったりすると長く勤められる、定年退職までいけるんじゃないかなと思います。逆になんだけど、フランチャイズ、例えば明光義塾やってるフランチャイズ、武田塾やってるフランチャイズ、東進やってるフランチャイズのこのフランチャイズの部分ですね、見つめる場合はフランチャイズのその看板を買っているオーナーの会社に勤めることになります。例えばですよ、武田塾ニューヨーク校を出そうしましょう。でうちが会社、その武田塾のニューヨーク校を出すとします。そうすると、見てる皆さんは、僕の会社の従業員になるわけですね。基本的に、武田塾のルールがあるとか、まあ、いろんなフランチャイズのルールがある中で、基本的には僕の指示に従ってもらうことになるんだけど、これね、大手と違って何が起きるかっていうと、簡単に言うとベンチャー感が出やすいですね。でね、ベンチャーってね、これいい意味でも悪い意味でもなんだけど、ルールがいろいろ決まってないんですよ。大手ってさ、しがらみがあって、みたいなこと聞くでしょ。本当だから。僕、当初プライムの転職エージェントいましたんで、わかりますけど、まあ、しがらみが多くて、これできないの？これはダメなんですか？みたいな。いっぱいあるんですよ、本当に。まあ、塾も同じですよね。でも、ベンチャーって、今から我々が作っていくっていう感じだから、従業員の皆さんが、ボトムアップで話を上げられるんだよね。これって今聞くと、皆さんがね、やりたいことを、僕にあげてもらって、僕から承認を得て、やって、成果が出て、給料に反映されて、みたいな、いい風に聞こえるんだけれども、
これ何がいけないかとかっていうと、まあ、反対、さっき言った話と反対、ボトムアップって無駄な業務が生まれやすいんですよ。例えば自分がこれやりたいなと思うじゃないですか。でも隣の人は別のことしたいなと思ってるわけですよ。同じ方向向か、意外とね、向かないんですよ、意外と。あの3人いたら3つの業務生まれるんですね。だからそれはね、もうぐっちゃぐちゃになりますよ、そりゃ。で、さらにそれを統括するルールも存在してませんね。でもベンチャーもね、大きくなってくるとメガベンチャーなんていう言い方をしてきます。だからフランチャイズでも、例えば1校舎しか持ってないオーナーもいれば、もう5、6校舎とか10校舎とか持ってるオーナーもいるので、どのオーナーの会社に入るかによっても違いますよね。そうですね。1校舎だからダメとか、資金が足りないとか、お金がないんじゃないかとか、潰れやすいんじゃないかとか、そんなの実はね、あんま関係ないんですよ、ぶっちゃけ言うと。意外と一法人、一校舎しかまだ手出してないところとかの方が、しっかり数字の計算をした上で、まずうちは一校舎からっていうようなリスクヘッジ、セーフティーネットをしっかり敷いた上で一校舎出してるパターンもよく見かけるんで、意外と大丈夫なんだけど、逆に10校舎とか20校舎とかね、出してるベンチャーの、まあ、フランチャイズオーナーのベンチャーとかは、結構ね、借金まみれだったりするんですよ。これはなんか言うとさ、ちょっと怒られそうなんだけど、そういうことあるんですよ。で、校舎買っちゃえってやってるところもあったりするんで、別にベンチャーが教室たくさん持って何でもいいってわけじゃないんですよね。だから校舎数とはあんまり関係がないっていうところは、正直これね、皆さんは覚えてた方がいいかなっていうふうに思います。もちろん別に、だからみんな違うんですけど、みんな違うんだけど、ざっくり分けるんだったら、トップダウンで下ってくるがゆえに、無駄がない業務で、同じような方向に走らされる。でも、だからこそ、まあ、残業起きにくかったり、ボーナスが減りにくかったりする、そういった会社も、が、まあ、いわゆるザ、直営の大手だったりするんだけど、ザ、フランチャイズの大手とあったりすると、まあ、基本的に、そこの会社に入ることってのは基本的にあまりないので、その本部だからね、あくまでもね。まあ、少しずつ直営持ってる場合もあるんだけど、ほとんどがフランチャイズ。そしたらそこのフランチャイズオーナーの会社に詰めるってことになるから、まあ、基本的には 何も決まってない、何もないみたいな、何を導入しようって話になってくるから、じゃあこれこれこれってなってくるから、失敗するものが出てきたりとか、成功するものも出てきたりして、余計ごちゃごちゃみたいなところもある。でも自分が意見を発してそれが採用されることもある。うん、だから難しいんだよね。どっちに就職したらいいですかって言われるとね、自分に合った方を選択すればいいんじゃないかなっていうふうに思います。いや、もう自分はとにかく倒産してるだけが一番大事ですっていうんだったら、それは直営の大手になってくると思うし、いや、僕は塾の塾講師としてこういった運営とかこういったこともやりたいし、あと人事とか経理とかそういったこともやりたいんだよなっていう方は、おそらくフランチャイズの方が合ってると思います。だから人によって選び方が違うから、うまく選んでほしいなって思ってます。どっちがいい悪いじゃないですか、うまく選んでほしいって僕は思ってます。どうですか。はい、まあ、ざっくり言うとフランチャイズの方がちょっと自由度があるみたいな感じですか。まあ、そういう風に捉えてもまあいいかなと思います。いろんな仕事できるよっていうのはあると思いますよね。いろいろ考えて自分で考えてやりたいみたいな人はフランチャイズの方ができる可能性は高い。うん、そう、まあまあ、もう本当にすんごい現場の話とかすると、アルバイトの採用面接をするのは教師等ですからね。でもさっき挙げたようなさ、大手の直営はさ、アルバイトを採用するかどうかを決めるのは人事部だからね。本部人事部なん で人事部から送り込まれた人を拒否することもできないし、こういう人材くださいとか言っても送ってくんないしだけどそのフランチャイズとかだったら、目の前にいる人を自分で面接して、うん、この人と働きたいなと思えば採用すればいいと思うし、ね、この人とちょっと働くの無理だなと思えば副採用しちゃえばいいしみたいな、そういうことできちゃうんで、まあ、人事面で言うとね。でも経理面から言うと、やっぱ億単位の金持ってるのは大手だよね。で、やっぱ数十万円とか100万円っていう単位でちょっとこうごちゃごちゃ揉めるかもしれない可能性があるのはフランチャイズかもしれませんよね。だからいい悪いがいろいろあるから、人によってやっぱ違ってくるのかなと思います。はい、その辺参考にしてみてください。よろしくお願いします。もし就職の相談ある人は公式 LINE からお願いします。では概要欄にあります公式 LINE の方から登録の方よろしくお願いします。では参考になりました方は高評価と公式 LINE の登録も忘れずにお願いします。それではありがとうございました。教育百貨店は YouTube より LINE がすごい、登録は概要欄から。